世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は2月3日で、あさっては長崎における26世紀の殉教を記念した殉教記念聖会の時です。長崎に行って報酬しますが、雪の予報なんですね。ですから今一生懸命祈っております。さて今日の聖書の箇所は第一テソロニケの5章21節、しかし全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。これは、霊的な事柄、実際的な事柄もそうですが、見分けろということなんですね。奇跡が起こるときに、それは神がなされるときもあるし、サタンが不思議な技をなすこともあるし、あるいは人間的な心理的な問題であるということもあります。それを見分けて、本当に神から来たものにしっかりとそれを握り従っておきなさいという、こういうことですね。それで私は、マリア大好き人間でした。いろいろなマリアを通しての現象が起こっているのを世界的に報告されていますが、日本でも秋田のマリアを中心にいろいろ起こってたんですね。特に秋田のマリアが大きかったわけですが、でテレビでも放映されました。マリア像から涙が出てき、血が出てくる。秋田大学がそれを分析した時に B 型だったということもテレビで言っていました。で私はですね、よくも考えもせず、これも神の働きの一部だなとこう思ったんですね。しかしもちろんマリアのところに行くことはありませんでした。しかし私が結婚した直後、マリアのところに行きなさいと主は言われたんですね。そして秋田のマリアのところに行くように言われました。それで私の奥さんと、それであと3人のメンバー、全部で5人で行ったんですね。で私は秋田のマリアの奇跡を見て、一度は見たいものだと思ってウキウキしていきました。そうしましたら電車で行ったんですが、御言葉が示されたんですね。子供たちを偶像に気をつけなさい。これは否定的な御言葉でしたね。ですから注意深く言ったんですね。そしてそこに行きますと、霊的なことを非常に強く感じました。特に神から来ていない霊的な事柄を感じたんですね。そしてですね、最後にはもう霊の戦いになってしまったような感じで、そしてあ、これは神から来たんではないということをはっきりと認識させるような、そういう状況でした。その後私はファティマのマニアのところに導かれ、ルールのマニアのところに導かれ、チェンストホーバーのマニアのところに導かれ、メキシコの三大マニアの一つのところに導かれ、世界三大マニアですね、そしてスペインのマニアのところに導かれたんですね。そして一つ一つ体験しました。これは神から来たんではないと、神のものではないということを体験したんですね。で私はですね、騙されかけていたんですが、その時に主は見分けさせてくださったんですね。しかしよくよく考えるとバカみたいなものですね。それは何かっていうと、聖書から考えますと、マリアのような霊的な存在はありません。マリアは鳥なしの匂いをするということですが、鳥なしの祈りをしている霊的な存在なんてないのですね。それとともに無限在と言いますが、無限在はイエス・キリストだけです。聖書から見ればすぐ分かったのに、私はまず聖書から見るということをその時してませんでした。ですからちょっと惑いを受けてしまったのです。どうぞ霊的なことには注意してください。そして見分けていただきたいと思います。そして正しいものだけを受け取ってください。どうもありがとうございました。